皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。緊急と言いますか、ちょっとね、本当はこれ撮るつもりなかったんだけど、回していますと。今ね、腕ワンフェス、そうだね。腕ワンフェスソロやってますね。で、なんとですね、頑張ってまして、暫定1です。はい、残り4時間。3時間57分かな ?47 分だ。3時間47分で、暫定1です。3544と。はい。今こんな感じですね、ボーダー。10やばいな、ボーダー。めちゃくちゃ高い。まあ、で、4時間あるから、こっからね、抜かれてしまう可能性ももちろんあるんですけど、本来の、てか、今回俺の目的は、このライセンスはどうせ100位以内でもらえて、100位 ?200 位か。200位以内でもらえて、何も変わらないんですよ。1位でも200位でも何も変わんないよね、多分ね。のはずなので、リアル景品。こちらです。景品持ってないんですよね。10位以内に入ると景品もらえますよってやつ。これが今、10位が3467だと。いうわけで、まあ今一応1位で安全圏なんで、まあこれ以上回すつもりはないんですけど、まあもともとね、3500兆には何度も、まあ突破できたんですよ。突破できたんですけど、なかなかね、1位に行けなくて、まあでもね、1位ちょっと久々に取りに行くかって言って、まあ1位までやるぞって言って1位までやって、今ここ。あ、もちろんね、この下が多分下、これ小川さんだと思うんだけど、で、あとひなくんかな。なんだけど、まあもちろんね、彼ら、まあいいかな、彼らが回し始めたら、まあ普通に抜かれる数字ではあるんだけど、暫定でね、1位ですよと。はい。いった感じになります。勝率何番なんだろう。これね、表示されないんだよね。あ、されてる。70% しかないって。70.12。12。はい。さっきまで表示されてなかったのに、されてるね。この動画も発売まで表示されてなかったんだけどね。で、70.12。そんなに低いんだ、勝率。マジか。俺の中ではね、75% ぐらいあるかなと思ったんだけど。多分ね、動画撮らずにね、強化されたパピオンとかふざけて使ったから、最初。そういうのも良くなかったかもしれない。それでもね、2回ぐらい負けてんだよね。確か、1回かな。わかんない。覚えてないけど。まあ。まあ、それはいいとして、今回は、2つ。はい。やっていきます。内容が、まあ、こっから回そうとはない。今はね。今は回さないんだけど、まず腕輪。で、引いて嬉しいキャラと、絶対に引かない方がいいキャラ。について話していきます。これはちょっと全体になっちゃうから、こっちでしょうか。すいません。というわけで、補欠決定しなきゃいいはずだから、まあ、とりあえずちょっと、ここら辺クリアしてみようか。まず先にこっちか。自分の設定見せます。こんな感じです。魔法、アリンコ、フェアリー、オーク、スケ、豆メディアちょっと不安定だなと思って。アーピーもね、別に補欠にしてもいいかもしれない。で、マンドラ。5倍。これは、超強いんだけど、5倍超強いんだけど、5倍を出して、たまたまゾンビでカウンターされると負けるじゃないですか。そう、たまたまゾンビのカウンターで負けるのがしょうもなすぎて、そうなりたくないから、最初から補欠にしました。でも5倍というキャラは、もうめちゃくちゃ強いです。ちなみに。あと俺、マミー固定なんで、足別に引かなくてもいいんですよ、そんなに。だから、ゾンビも怖いから、5倍が補欠。って感じです。感じですね。はい。で、キラビ、エンジェル。ここまでだね、とりあえずは。で、大型でロボ。天狗、ノーム、バトルバルーン、キメラ、マザースパイダー、オジハウ、レドラガール、バルーンガール。って感じです。これが今の俺のデッキ設定です。はい。これで行きました。でですね、この中で、さらにね、引きたくないキャラが存在してるんですよ。いや、補欠枠が足りないんで、引きたくないキャラってのがどうしても存在するんですよね。それを、ね、紹介していきたいと思います。これで全体で見ようか。間違えてね、補欠 OK にしちゃったらちょっと怖いから。設定出すのめんどくさいからね。で、引きたくないキャラっていうのが、対空2枠以上を含めたアーチャー。2枠でアーチャーはいらないっすね。1枠アーチャーはあり。だけど2枠でアーチャーはいらない、絶対に。キャラが切れる。そして、相手が、ゾンビ、リーダーじゃん、ゾンビとバイコンはやばい、ゾンビだな。ゾンビリーダーじゃない時にハーピーは引きたくない。ゾンビリーダーだったら、マミーにハーピー3体重ねるとか、そういうことでゾンビをやることができるから、ゾンビをやれる可能性がある選択肢として、ハーピーが補欠じゃない。けど、本当にもう、状況次第すぎる。引きたくない時の方が多い。もう、致し方ない。補欠枠が足りないって感じ。と、まあ、支援2枠以上引きたくないっていうさっきアーチャーの話しましたけど、まあまあも同じです。やっぱエルフとまあまあ引いちゃうみたいなね。ちょっと危ない。片方だったら OK。ちょっと危ないね、それはね。引き方として。ごめんなさい。で、UFO。サキュバスとか、コングとか、と合わせる UFO は強い。
まあ、あと一部なんだろうな。まあなんか強いのはいくつかいるんだけど、ヘッジとかも強いね。あんまりね、UFO を使ってる余裕がなかったりする。普段的に UFO が刺さなかったら引きたくない。って感じかな。あとは、どこ行った？あ、ワイバ。ワイバ以外の札がめちゃくちゃ強いときはワイバあり。ワイバでワンチャンみたいな考え方してると、絶対に痛い目見る。マジでやめた方がいい。それで俺負けたの何回かある。ただ、ワイバ以外の札が強くてワイバでゴーした、ワイバだけどゴーしたときは、普通に勝ったりとかしてる。そして、迎撃2枠以上引いてるときのカニ。いらん。マジでいらん。魔導も。迎撃2枠以上引いてるときにこの2体マジでいらん。要は、迎撃を引いてるのにこいつら引いても攻めらんないんだよね。で、巻き返しができないから、迎撃はね、カニ魔導を含むなら1枠でいい。例えば、ユキンコプラスコングとかは全然あり。砦裏見てもらって、コングで前線も張れる。とかはあり。でもね、ユキンコ魔導とかにすると、ちょっと微妙かな。ユキンコカニも微妙かな。結局カニって受けだから、攻めで使えない。魔導は攻めでも使えるけど召喚数が2体。で、2体2体とかになっちゃうのが良くない。コングだったら3体で攻めで使えるから。シャークもじゃね。この辺はすごい強いね。で、あとはキャラ数が少ないって、当たり前だけどキャラ数が少ないだけのトロールとチビクルは、マジで引きたくない。トロールチビクルバルキーだね。ここ。キャラ数少ないときは、この3体引きたくない。けど他の奴らは、他のとこは最低限の仕事があるから、まあ引いてもダメではない。ここも。2枠でも、4コス2枠とかでもダメではない。ただ、1枠のトロールとバルキーと、この、チビクロはマジで無理。チビクロは刺さないときに何もできないから。キャラ数多いときのチビクロとか別にいいんだけどね。で、大型。大型もやばいからいっぱいいる。まず、クイーン B あんま好きじゃない。強化されたけど、なんか、クイーン B のおかげで勝った試合はあったけど、結局大型には殴り殺されてた。普通に勝った、なんか普通に、うんって感じだった。あとは、どこだっけな。ゼウス。こいつ。こいつマジで弱い。たまになんかレドラリーダーとかサンドラリーダーとか来るから、そういう時にゼウスを引くのはなしではない。けど、そうじゃない時にゼウス引いて、殴り合いが強い大型来ると、もうボコボコにされる。何もできない。本当になんかもうゼウス引きたくなかったってなる。で、さっき補欠にしたキャラはもちろん俺が引きたくないキャラだから補欠にしてるから、そいつは飛ばすとして。あとは、相手がサンドラとか、その、レドラとか、トレントが有効な技だったらトレントを引くのありなんだけど、そうじゃないときはトレント引きたくない。理由がトレントを引いて やったるぞって思ったら相手から出てくるのがフォアガーとかブラガーとかたまたま出てくるみたいな。そういうこともあり得る。ヒュドラも同じだね。相手の大型次第ではある。ただ他の札が強かったら、まあしょうがないから行くかってことはある。で、ミノガード引きたくない。こいつマジで火力が低すぎる。火力低すぎて、なんか、大型をね、横当て踏めで借り切る前に前線にたどり着いちゃって、普通に殴り殺される中型重ねて。マジで弱い。って思ってるけど、他に補欠にするキャラがいない。レドガよりはマシって思ってる。レドガ補欠だからね。で、あとは、まあ、これはちょっと相性の問題だから当たり前なんだけど、ブラガリーダーもよく出てくるんだけど、ブラガリーダーの時にトレが引くからマジでやめた方がいい。終わる。スキル1回で種まき全部ぶっ壊されて何もできないんで終わる。本当に何もできない。ってところで、あとはフォワドラ。こいつマジで危険。フォワドラ何が危険って、まあ、バトルバルーンバルが補欠にしてフォワドラだけ枠外っていうか、そのまま補欠にしないんだけど、大砲で死ぬ可能性があるんだよね。で、こっちが相手の大型を狩れる中型を持ってればいいんだけど、それを持ってない時に相手に、あ、もうフォワドラめんどくせ大砲撃ったでって言って、大砲だけでコストバカ使うけど7発だったかな、撃って14コストぐらい使って倒した後に出てくる5コストの大型がこっち倒せない。20コス使っても倒せなかったりはする。もちろんアマゾネス3体重ねとかね、できればいいんだけど、アシュラ4体重ねても相手のスキル1回で死ぬかもしれないし、そう、わかんないから、バクチすぎる。っていうのもあって、あんまり好きじゃないよ、フォワドラは。だからこういう系のちょっとあんまり引きたくないなと思ってるキャラは、他の札たちが死ぬほど強かったりとか、相手のね、リーダーに相性がめちゃめちゃいいとか、そういう時に、まあ、致し方なく妥協で引くことはある。ってぐらいで、引きたいなとは思わない。そんな感じ。はい。以上。で、これが、個人的に、自分が引きたいキャラと引きたくないキャラ。パッとね、出した感じ。特に引きたいキャラたちね。で、まあ、さっきも話したけど、話したっけ？
あまあ動画では話してると思うんだけど、あれ俺聞きたいから話した、聞きたいから話したね、話したくね、聞きたいから話したくね、聞きたくないからしか話しないな。そうだ、聞きたいから他の動画で話したわ。というわけで、聞きたいから話そう。こっちの方がみんな気になるよね、聞きたいから。聞きたいからは、まあ何を固定してるかにもよるんだけど、じゃあリーダーランダムと仮定しましょう。リーダーランダムね。で仮定するならば、いや俺マミーだから足引きたくないとかさあると思うけど、それはちょっとだ他の人とちょっと分かんなくなっちゃうから、リーダーランダムと仮定して引きたいのはサイ、まずね、強い、これこいつマジやつです。そしてマリオネット、こいつもかなり強い、すごく使いやすい。マリオネットは安全にね倒しきれる中型ってのがねあんま出てこない、コングぐらいで、マタングはね あんまり普通ぐらい、こいつ腕奥の方はねめちゃめちゃ嬉しいけど、ちょっと普通だったこいつはね。でマミーね、はい、マミーマジで強い。まあ、であとは、まあ、一応手札次第であるけど、まあ、イフリート、こいつもね悪くない。でマイマイだね、相変わらず強い。でシマリス、安定だよね。で実はこいつじゃなかったんだよね、俺こいつ最初いいかなと思ったけど、まあ普通だった。こいつもこいつもね、マタンゴと同じぐらいの効果だったわ、普通ぐらい。で、ビートル安定、マジやっぱ安定、この腕腕でも安定だわ。で、パードマジで強い。3コス3体しかいないって思うかもしれないけど、3コス3体のこのパードを3体で飛べることがあんまできない。まあ相手の札次第であるけどあんまりできない。で壁としてもかなり機能するしね。ベビーね、はい、刺さることやっぱ多い、相変わらず多い、めちゃめちゃ使いやすい。で、おにんこ、これマジで強い、こいつマジで強かった。キャラ切れを起こすんだよね、腕腕って。コスト切れもするんだけど、キャラ切れを結構起こしがちだから、おにんこの豆でちまちまやるの結構強かった。やっぱおにんことね、まあ、バイクとかスライムとか同時に引けるとめちゃめちゃ熱かった、はい。で、まあ俺さっき話したけど、俺はマミー固定でゾンビ怖かったから補欠にしたけど、まあ普通にねランダムだったらバイクは全然引きたい枠だと、引きたい枠だと思う。まあゾンビ来たら引かない方がいいけどね、はい。あと普通ぐらい引いて嬉しい、普通ぐらい、このまま結構悪くないよ、これ結構悪くない、普通にカウンターできる、こいつのおかげで。で、まあ爆落ちじゃん、これもまあ普通ぐらいかな、普通ぐらいで。ウィッチがやばい、これナンバーワン、ナンバーワンです。全キャラの中で一番引きたいです、こいつ。ナンバーワンすぎる。マジで強い。刺さりすぎ。まあ、前回とかさっき動画出したけど、マジで刺さりすぎだからおすすめする。超強いです。で、まあまあ、いい感じなのがチビブラ。でもチビブラはまあまあなんで気をつけてください。相手のね、リーダー次第。相手のリーダー的に刺さるならめちゃめちゃ嬉しい。って感じかな。で、チビピクね。こいつも強い。安定だね。使いやすい。ドラゴンライダーとかフクロウとかバルキリーできた時にチビピク出しておけば大体なんとかなる。そして、チビフォアも結構使いやすい。これまあまあ、まあまあ枠だね。まあまあ枠。で、これはちょっと話変わっちゃうんだけど、これ気をつけた方がいい引き方が一個あったわ。言い忘れてた。フクロウ、ドラゴンライダー、バルキリー、それぞれいるんだけど、引いていいんだよ、1枠は。1枠と、手札に2枠入れるのはダメだけど、1枠引くのは全然いいんだけど、あのキャラを倒すのどうしよう。お、ドラゴンライダー引いたじゃん。ドラゴンライダーで行こう。他のキャラでは倒せないけど、絶対やめた方がいい。マジで。マジでやめた方がいい。俺それで何度も痛い目見てる。ドラゴンライダーじゃないキャラで倒せるんだけど、ドラゴンライダーも手札に来ましたってぐらいのサブウェポンのつもりの方が絶対に活躍するから。ドラゴンライダーで倒そうって思うと、絶対に、もう運悪く対空がっつりね、クソアンチ引かれて、何もできないでござるから。本当にやめた方がいい。もう俺が経験済み。マジでおすすめしない。フクロウもしっかりだね。他のキャラで有効なのを引いてる前提でサブウェポンでこいつらを引くのは熱いです。で、チンメタ、めっちゃ嬉しい。クソ強い。マジで強い。環境的にクソ強い技って言われてるブラガ。腕ワンでも強いんだけど、ブラガ。こいつ、もう、対策できるキャラがかなり少ないよ。何で対策すればいいの？レードラとかブラドで、ね、時間稼ぎもできないし、どうすればいいの？チンメタなんですよ。こいつで、砦前の中型全部消し飛ばしながら、大砲撃ってきたら墜落して、その砦前の中型全部飛ぶじゃん。で、ブラガにもダメージを与えつつ、ブラガを引き寄せることまで頑張れるから。で、頑張って、支援火力としても運用できる。マジで強い、こいつ。ブラが出てきたらチンメタ安定です。これ超おすすめだから。そういう時引いた方がいい。で、あとコングだね。安定の。コングね、シャークも安定。これも引いて嬉しいわけだね。で、亀。ユキンコ。ここら辺も引いて嬉しいわけ。結局、この砦裏のキャラって、倒せるキャラ存在しなかったら無双できて、絶対に判定以上持ってくるから、マジでおすすめします。で、引いて普通ぐらいに、まあ嬉しい枠、かっこ普通ぐらいが固まると、これめっちゃ強い。支援キャラとしてね、中型に当てていい。大型に当てる必要ない。
あ、大型に当てれるなら当てはいいよ。ただ、大型に当てるために隠す必要はない。なんでって、カタパルト出して、まず相手の中型、倒したい中型がいたとして、それにカタパルト切ります。相手大砲撃ってくるの、大体。大砲撃ってくる頃にはその中型死んでるから、倒したのに4コスト奪ってんだよね、さらに。めちゃめちゃ便利。で、プラス、相手のコストが余裕があるなら、大型まで待てばいいし、出てくるのね。とか、いろいろね、使い勝手はいい。おい、こいつ全然悪くなかった。俺、こいつのおかげで勝ってる試合何度まで。まあ、このキャラ使えなくて負けた試合もあるけど、それはこのキャラのせいじゃなくて、このキャラ以外の札が、ちゃんとまとまってないのにこのキャラでゴーしたからだね。それダメ。結局これはサブウェポンだから。このキャラが軸ではない。あくまでも支援キャラ。ただ、軸になっちゃうやばいのがさっき言ったウィッチ。こいつはマジでやばい。はい。マジでやばい。で、あとの引いて嬉しいキャラはもちろんゾンビだね。強すぎる。マジでやばい。裏引きやばすぎる。リーダーだったら対策キャラ引けるけど、裏でね、対策キャラ引けないときも罪だね。罪です。マジで強いです。で、相手がもしフランケンリーダー来るなら絶対にエルフ引きましょう。これマジで有効だから、エルフね。エルフ。はい。で、フランケンも強いです。裏引きでも強い。ヒライシンがね、やっぱ強いわ。で、ヒライシンはね、マイマイとか、マーマンとか、まあできればマイマイが一番有効なんだけど、拾うとね、マジで強いよ。おすすめする。やばい。拾った方がいい、ヒライシンは。後ろに置いて、まあ、バラバラが出てるヒライシンは拾った方がいい。前にバラまいてるヒライシンはほっといていいんだけど、後ろのヒライシンは拾った方がいいから。マジで強いからおすすめする。本当に。剣士で拾ってもいいよ。なんなら。で、カンガルー。まあ、このキャラも強いね。安定して強い。安定はしないか。まあ、普通にかなり強いけど、ちょっとだけ不安定かもしれない。相手のキャラによるってところはある。ゾンビリーダーの時は絶対に引いちゃダメ。コガルーがゾンビ化して、どん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 迫ってきて、またコガルー出してって繰り返しちゃうからダメ。で、大型行こうか。大型の引きたいキャラだね。です。まあ安定だね。まだまだ強い。で、バフォメット。安定して強いね。こいつもよく出てくるね、リーダーで。で、まあロボガールも強いね。ロボガールもいい。で、ゴレガだね。こいつも超強い。ブラガだね。マジで強い、こいつ。いかれてる。フラガーも強い。レドラーも強い。で、ごめんなさい。ピクドラ。サンドラ。ここら辺はマジで安定して強くて、俺が個人的に好きなのは、メタドラ。こいつマジで強いと思ってる。相手のリーダーが、サンドラの時は引いちゃダメ。相性悪いから。そうじゃない時は、全然ガンガン引いていい。で、あと、普通ぐらいに引いて嬉しい普通枠にこいつがいる。グリドラ。大型戦、近距離、タイマー負けない。マジで負けない。で、相手が中型で、カバーしようとしても、一撃で倒すから、スキル一回で。でかい鼻からの、ちっちゃい鼻、ババババババーンで絶対死ぬから、相手の中型全部。4コスは死なないかもしれないけど、3コス以下絶対死ぬから、超おすすめする。例えばだけど、サタンガールとかさ。まあ、これ、まあ、俺的には普通ぐらいなんだけど、引いてね。相手の大型引っ張りました。ブラが引っ張りました。サタが切りました。スキル、メイフのモーンだっけ。ドーンって、ブー終わった瞬間、アマゾンの姿にサタがボーン、ブラが生きてまーす。よくあるんだよね。マジでよくある。でもこれグリドラだと違うんだよ。スキル打って、まず出しました。硬直あります。でもスキル後の硬直と攻撃回数が、戦いよりも早いんだよね。早いから、次のスキルを打てるのに回復もできるんだよ。で、圧倒的に戦いよりも生き残る。マジで。だからこいつは聞いて結構まあ、嬉しい枠普通ぐらい。まあ、中間ぐらいの嬉しい枠。って感じです。これが、俺の引いて嬉しいキャラたちだね。はい。そんな感じで、それでは、じゃ直近を見せようか。どっからだ。まあでも、今動画の時間が18分くらいだから、じゃあまあ最後の試合1個だけ見せて終わろうか。あ、どんな風に戦ってんのか。ちょっとこの試合が上手かったかどうか覚えてないけどね。まあまあまあいいでしょ。厳選してもしょうがないしね。これ一番最後の試合だね。というわけで、お相手キバヘイと。で、俺はこんな感じ。あ、さっき言ったね、カタバルト。言ったね、話でしたね。で、今回は、どういうシャッフルをしたかっていうと、まあ、シャッフルこれね、結構後半あった気がするんだけど、相手のキバヘイに対して、受験師、マミ、で見れることが大事で、基本的に袋軸だね。で、まあ、大砲撃ってきたから受験師で削って、マミで第二を狙う。んだけど、これね、マミのさ、移動速度アップあるじゃん。それを考慮してなくて出しちゃったんでね。だからこれちょっと俺下手くそ。前世、あ、前てか、一個前の、挑戦前だったら多分取れてる。取れて。で、フクロウと。で、フクロウがきつそうだね。フクロウがきつくてサイクルガール切ってる。でもフクロウ逃げたね。これ超ラッキー。超美味しい、この状態。で、ここ、大事なの。これね、2体切ってもいい。まず、マミー。で、これ、呪わなかったじゃあ、重剣士切っちゃったね。これで安定。で、ここ。俺さっき固まったの外したよね。めちゃめちゃ強いから。どうやって押すんだろう、フクロウって。まあ、シマリス、爆発、まあ、痛くない、カタパルト。
はい、ネッタ。カタパルト。カタパルト。強すぎ。マジで強すぎ。はい。で、騎馬兵流してワンチャン狙ってくる。このね、真ん中の騎馬兵突撃したらめんどくさいから、もうさっさとデス来てる。もう前線で来ていい。もうこんなん捨てで来ていい。そこそこ頑張るから、絶対に。で、マミー、血当てもしたけど、もう、めんどくさいから、上限士も来てる。後ろ見たくないから。上野も、めんどくさいから、パッて切るよ。見れるかな、大丈夫かな。一応、剣士一体添えるか。いらんかったな、ぐらい。もうこうやって一人。カタパルトで、この亀狙って、ダミーカを狙ってる。狙った、成功。ただ、まあ、マリオネットがいるから、カタパルトは死んじゃうから、これしょうがないね、でもね。さあ、このね、マーミーって、この着陸ダメージを、ね、呪いのワンチャン狙ったんだけど、まあ、呪わなかったけど、その後呪ったね。で、マミーでもゴリ押し、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 ゴリ押し。まあ、このね、試合はね、まあ、一番直近の試合なんだけど、まあ、かなりボコボコになったね。相手が袋を見れるキャラいなかったから、まあ、結構ね、シャッフルの運ゲーではある。ラッキーではあったね。まあ、序盤にね、この通りでガーって攻めたから、そう、袋も使って。相手もそれに対応するためにキャラを切らなきゃいけなくて、中型を切ってからサイが切ってくれたんだよね。あれのおかげでコストラチできた。あれを、中型をね、最小限にしてサイが切られてとかなるとちょっと話しかったかもしれないけど、まあまあまあ、これ結構ね、フダウンもある。以上。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。というわけで、まだ暫定1だね。いつ抜かされるかちょっとわかんないビクビクしてるけど、まあ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 、俺的にはこのリアル景品がもらえれば何でもいいですと。おリアル景品もらえるのが10位まで3500乗ったね。大丈夫かな、まだあと3時間25分あるね。まあ、やばかったら、まあ、また回すんだけどもって感じではある。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。